なるほど。研究所を探したらこの小型の機械と研究ノートが見つかったと。はい。上城先輩、何かわかりますか？うむ、これまで世界で見かけた言葉から推測するに、この文字列は戻る、こちらは軌道ということは。お手柄だったね。どうやらこの機械を使えばここから帰ることができそうだよ。よかった、みんなもきっと喜びますね。やっとこのとんでも世界から解放されるな。いいね。見るからに怪しい場所入ったり、変なポーズしたり、なんかよくわかんねえもの食ったり、いろいろあったな。支えてくれてたみんなのおかげもありますね。休める場所があるだけでもだいぶ違ったし。ああ、みんなに感謝しなくてはね。それはそれとして、最後にもう少しだけこの世界を楽しみたいな。ねえねえ、